横浜市営バス240系統は、高低差の大きい森の大地区の住宅街へのアクセス路線として、13年に開始された試験運行を経て開業しました。設定当初には、朝夕に大村中央、日の宮蔵を経由しないラケット型の運行ルート、A ルートが設定されましたが、本格運行とともに全便が周回ルートとなり、中山駅前の運転経路変更を経て現在のルート、C ルートとなっています。車両は途中京愛路を運行するために全便が中型車で運行されています。この動画は240系統の全面展望です。バスは中山駅前を出発すると緑区役所前に停車し、左折で森の大方向へ入り、森の大中央、森の大小学校入り口、中野谷公園、メープルランド、遊水地東、大村中央、日の宮蔵と停車しながら循環し、大村町に停車して終点の中山駅前に到着します。森の大中央、日の宮蔵経由、森の大循環線でございます。